さあこの詩編の16編のこの箇所、これはダビデのことを言ってるのではなくて、ダビデの後にやがて来られるメシアに関する予言なのだということがわかるわけですね。皆さんこんにちは、松本明弘です。ペンテコステの日曜日に神様から与えられた千載一遇のチャンスを用いて、ペテロは立ち上がり声を張り上げてメッセージを語ります。まずは今起きている出来事が聖霊が注がれた結果起こったことなんだということを示すために、ペテロはヨエル書を引用した。そしてそうすることによって集まっている人々の目を聖書に向けさせた。それが前回の内容でありました。次にペテロがしたかったこと、それは彼らの目をイエスに向けさせるということですね。そしてこのイエスという方を正しく知っていただきたい。これこそがペテロがここでメッセージを語った目的であるということができます。今日は使徒の働き2章22節からお読みいたします。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。今彼らの目をナザレ人イエスに向けさせるわけですね。この方は何をしたのか、力ある技と不思議と印と書かれていますが、まさにメシア的奇跡、メシアでなければ行えない奇跡をいくつも行うことによって、私は旧約聖書に予言されている通りの救い主なのだということを証明してくださったということです。メシア的奇跡、どのようなものがあったでしょうか。生まれつき目が見えない人の目が開かれる、生まれつき歩くことができなかった人が飛び跳ねる、そしてサラート患者が癒される、また話すことができなかった人から悪霊を追い出す、これらは皆メシア的奇跡。さらにラザロの蘇生の場面では、死んで4日経った人を生き返らせることができた。さまざまな方法を通してイエスは、私こそ旧約聖書に予言されているメシアなんだということを証明してくださったにもかかわらず、23節、神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。この方が人類の罪の身代わりとなって死ぬんだということは、旧約聖書に予言されていた通りですから、神の定めた計画、また神の予知によるものであったということはできます。しかしこのユダヤ人のために神がお送りくださったメシアをユダヤ人が否定し拒絶し、そしてローマ人に引き渡すというとんでもない罪を犯してしまったわけですね。ここで律法を持たない人々という表現が出てきますが、これは異邦人のこと、そして特にローマ人のことを指しますね。その結果イエスは十字架刑という方法で処刑されてしまったのであります。それをしたのはもちろん宗教指導者、しかしそれはこの時代のイスラエルの民全体の罪であるということをペテロは語るわけですね。その出来事を皆さんよくご存知ですよねと彼は語りかけます。何回か前にお話しした通りに、今ここに集まっているディアスポラのユダヤ人、彼らは2ヶ月近く前の杉越の祭りの時から来てます。そしてあの杉越の祭りの時にナザレのイエスが十字架で処刑されたということは、エルサレム中の人々が知っていることですよね。ですからあの処刑は間違った処刑だったんだ、あなた方はとんでもない罪を犯したんだということをここでペテロは語っている。
24節、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。さあ、ここでペテロのメッセージのテーマは十字架から復活に移りますね。皆さんもその噂を聞いたでしょう。エルサレムにいらっしゃいましたからね。あの処刑から3日目、2日経ったあの日曜日にその墓が空であったという噂を聞いたでしょう。そして私たちキリストの弟子たちがあたかもその墓からキリストの遺体を盗み出したかのような噂を聞いたかもしれません。しかしそれは間違いです。この方はメシアですから、死んでおしまいなどということはあるはずがない。そしてそのことをペテロは証明するためにこの後詩編の16編を引用するんですね。これはダビデの詩編、ユダヤ人ならとてもよく知っている詩編であります。25節、ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることはありません。それゆえ私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。まさにダビデがいかに主を信頼しているかということが表されている詩編、そのように思えます。しかし突然ダビデは私という一人称の代名詞を使ってメシア予言を始めるんですね。ここでダビデが私と言っているからダビデ自身のことだろうと思ったらそうではないという内容です。27節、あなたは私の魂を黄泉に捨て置かず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。さあ、この詩編の16編のこの箇所、これはダビデのことを言っているのではなくて、ダビデの後にやがて来られるメシアに関する予言なのだということがわかるわけですね。なぜそう言えるのか。今ペテロが語っている時点でダビデが死んでも1000年経ってるんです。そしてダビデはこの1000年間蘇ってはいないんです。だからダビデに関する予言ではないことは明らかですね。29節、兄弟たち、父祖ダビデについてはあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。はっきりペテロは語っていますね。このペテロがいたこの時の時点ではダビデの墓はどこであるということが特定されていたのでしょう。今エルサレムに行っても本当のダビデの墓がどこであるのか私たちは知らないんですけれども、ダビデはそこに葬られてもう1000年も経ってますよ。彼はこの1000年間蘇っていませんよ。ですからここで彼が私の魂を黄泉に捨ておかずと語っている私というのはダビデ自身のことではなくてメシアに関する予言であり、そのメシアとは誰であるのか、それがナザレのイエスであるということで彼はここを引用しているわけですね。30節、彼は預言者でしたから自分の子孫の一人を自分の王座につかせると神が誓われたことを知っていました。ここでダビデは預言者だとみなされている。そしてダビデの子孫の一人がダビデの王座につくんだということ、これはまさにダビデ契約ですね。以前聖書が教える8つの契約についてお話ししたことがありましたが、その中の一つダビデ契約、これをダビデ自身よく知っていた、そのことについては第2サムエルの7章に書かれています。31節、それで後のことを予見しキリストの復活について、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることがないと語ったのです。ペテロがはっきり言ってますね。彼自身のことではない、後のこと、まあダビデは何百年何千年後かわからなかったでしょうけれども、千年でした。千年後に登場するキリストのことを予言して、彼は黄泉に捨て置かれずと
ダビデは詩編の16編で語ったんだとペテロは説明しています。32節、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。そしてあの詩編の16編に予言されていた通り、このナザレのイエスは十字架で死んだ後に復活されたんだ。そして私たちはそのことの証人、私たちというのは今ここにいる十二使徒たち、私たちはキリストが復活したその方にお会いしたんだ、お話ししたんだ、触ったんだ、一緒に歩いたんだ、一緒に食事をしたんだということを胸を張ってペテロは語っているのであります。皆さんもあの十字架刑の翌々日にキリストの墓が空であったという噂を聞いたでしょう。なぜ空だったのでしょうか。それは詩編16編の予言の成就だったんです。この方は復活されたんですとペテロはここで語っているわけですね。つまりナザレのイエスという方、その方はメシア的奇跡を通してご自身が旧約聖書に予言されている通りのメシアであるということを証明した上で、全人類の罪を背負って十字架で死なれ、墓に葬られたけれども復活されたんだ、そのことによって私たちの救いの御業を成し遂げたんだということをペテロはここで語っているわけであります。ではキリストは復活された後どうされたんでしょうか。そのことについては次回またご一緒に学びたいと思います。ありがとうございました。